前を向いて、さあ勝負の時、日本の小塚崇彦登場。トップのライザチェックとはわずかに 1.2 ポイント差。全てが決まるフリースケーティングを迎えました。フリーはロミオとジュリエットで勝負をかけます。昨日と同じようにね、肝を据えてやってほしいです。最初のジャンプは4回転なのか3回転なのか。4回転いきそうですね。決めてこい。うっと、まだ大丈夫。トリプルアクセルからトリプルトーループです。はい、まあ最初転倒ありましたけどね、スケートよく滑ってるし落ち着きあると思いますよ。本人も表情では動揺は見受けられません。非常にジャンプが安定しましたよね。そうですね、はい、本人も世界選手権で8位に入って不思議とジャンプが安定するようになりましたと話しています。ステップを踏んでいる時の膝が非常に深いんですね。たくさん曲げてるんですね、はい、これってすごく大変なことなんです。でもそれはジャッジに非常にいい印象を与えます。ロミオとジュリエット、ジュリエットに恋するロミオのその気持ちを表現したいと話していました。イーグルからダブルトーループ、イーグルからトリプルサルコーダブルトーループですので直接飛んでますからね。ここまではいい流れで来ています。最初転倒が一つありましたが、その後はすぐ気持ちを切り替えて、たくましい小塚崇彦がここにあります。強くなりましたよね。その後がトリプルアクセルでしたよね。大きな勝負どころ。このままトリプルルッツだ、ルッツだ、うん、コンビネーション3連発。ループです、うん、大丈夫、成功。ですか、トリプルアクセルですか。大きな勝負、手についたの見えなかったと思いたい。それぐらい今日の小塚には伝わってくるものがあります。
表彰台が決まります。よくやりましたよ、戸塚貴彦、19歳ロミオ、素晴らしい演技、そう申し上げていいでしょう。30点、貴彦、戸塚。